巨人の菅野智之投手が18日の阪神戦で今季3度目の先発登板、3年ぶりの完封ペースでしたが、8回に追いつかれて降板、開幕21イニング目で初失点となり、9奪三振も10年ぶり開幕3戦3勝を逃しました。試合は2対1で阪神のサヨナラ勝ち、巨人にとって悔しい敗戦となりました。また阪神との3連戦は2敗1引き分けという結果となり、得点は3試合でわずか2得点の石膏、投手の頑張りに対し打撃陣の頻打が課題となっています。菅野は悪くない、問題は西から1点しか取れない打線、打線がひどすぎる、今日の唯一のタイムリーが小林ではあかんやろ、菅野は100球だったけど1失点なら続投もありえる、解説も菅野が交代してくれた方が阪神はありがたいと言っていた、結果論だがベンチが100球で見切るべきだった、岡本やばいな、初戦のスイングで多分足をやってるっぽい、お声がひどすぎる、すべて引っ張りのゴロアウト、これで1番起用はありえない、吉川もゴロばっかだぞ、調子の悪い坂本に強攻策なんてありえない、徹底的にバントで得点圏での結果を求めるけどそこから策はあるのか、結局得点圏の小林と吉川でどうするつもりだったんだ、今日は結局代打使わなかったな、阪神は代打の2人がしっかりチャンスメイクしている、小林に代打行かないでどうするつもりなんだ、本当に弱いな、阿部の采配もよくわからんし、坂本は3ボールからボール球に手を出す、岡本は寝てるし、吉川直樹はゴロばっか、皆さんは今日の試合をどう見ましたか、コメント欄でお聞かせください、もしよければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします、次回もぜひご覧ください。